セルジューク朝時代に建てられた南のイーワ1 1121年から1220年頃までに、南、東、西、北の順に、それぞれのイーワンが建築されたと考えられており、それぞれ異なったスタイルを持つ。エスファハンのジャーメモスクは、イランのエスファハーンにある改修のモスク。金曜モスクとも言う、771年に建築されたエスファハーンで、 最も古いモスクであり、絶え間なく建築活動が行われた結果、建物のどの部分がどの時代に建てられたのかすら特定が困難な複雑な歴史を持つ。イランにおけるモスク建築史を体現している建築物ともいえ、イスラム建築研究者の石井明は建築様式の博物館であると評している。イタリア中東研究所が1970年代に発表した 研究報告書をもとに独自調査を行った、イスラーム美術史、文化史研究者のオレグ・グレイバー・オレグ・グレイバーは、エスファハーンのジャーメモスクは少なくとも、ブワイフ朝時代、セルジューク朝時代、イルハン朝時代、ティムール朝時代、サファビー朝時代、アフシャール朝時代以降の6つの時期に区分し、分類できるとしている。ユネスコの世界遺産に登録されている。 市の中心ギャーム広場の近くにある。約2キロメートル南方には同じく世界遺産のイマーム広場や17世紀前半建造のイマームモスクがある。エスファハンのジャーメモスクは771年にエスファハンの別のモスクからミンバルをこの地に移送してきたことから始まる。最初期のモスクの形態については不明な部分も多く、 考古学的な発掘調査によって、レンガと木材を使用した古典的なモスクであったことが判明している程度である。このモスクは、約2世紀の間、小規模な修復を行いつつも、大きな変容はないままに使用がなされていたが、10世紀後半の不イ不調の時代になると、中庭に面した部分が、最新の装飾技法を用いた焼きレンガで作り直され、 建物の大幅な拡張が行われた。これによって、教室、図書室、宿泊施設として使用される部分が出てきたほか、出入り口には2本の新しいミナレットが建てられた。この大きな変容は、シーア派であったブワイフ長によって980年頃に建てられたジョルジールモスクに感化され、スンナ派側がこれに対抗して、モスクを大幅に拡張したものであるとモスクの変年を、 行ったグレーバーは分析しているが、決定的な確証は得られていない。スンナ派のセルジューク朝の時代になると、今日に残るジャーメモスクの基礎的な部分が、ほぼ完成する。この時期の特徴としては、南北のドームの建築と、中庭の4つの E1 ーーの建築という2点が挙げられる。南のイー e ンセルジューク朝時代に建てられた。 礼拝室南のドームは1086年から1087年にかけてセルジューク朝第三代スルタンのマリクシャーとその最初、ニザーム・アルムルクによって建てられたもので、高さ20メートル、直径10メートルという大きさは、当時のイスラム世界では最大の規模を誇るドームであった。同時に、イランにおける初の本格的なドームを備えたモスクとなり、建築史上においても、 大きな意味を持った。北のドームは1088年に、ニサーム・アルムルクの聖敵であった、タージュ・アルムルクによって建てられた。これらのドームはモスクからやや離れた場所に建設されたが、アンリス・チールランはこの理由について、当初はモスクの中には建てられない、スルタンの母病として建築がなされたと主張しているが、ドーム内には、そこが墓であったことを示す秘文などは見つかっていない。また、 本場でハーアキと呼ばれ、単一柄のレンガ作りドームの最高傑作である。南のドームは12世紀前半頃に、北のドームは14世紀までに、モスク本体に組み込まれ、現在の姿となっている。多中式の礼拝堂部分は、1120年にイスマール派の G 行動によって、木造六屋根が消失したため、レンガ作りの小さなドームやボールトに掛け替えられた。 これの上をさらに厚い土の層で覆って、若干の凹凸のある六屋根を作っている。中庭に面した四つのイーーンが建てられたのは1121年から1220年頃にかけてであるが、建築過程やその理由については、あまり明らかになっておらず、それぞれのスタイルや建築様式の際から同時にではなく、順番に建てられたものであると考えられている。また、 建築されたものはそれまでのイスラム世界で見られた古典的なイーワーンスタイルではなく建物との区別をつけるための四角い枠取りが行われた新しいスタイルのイーワーンであった。マリクシャー時代にはギャーム広場に面してスルタンの宮殿や時刻を知らせる学体のための建物が建ち広場の周囲はバザールとなっていた。また最小の名を冠したスンナハイスラームの競技を 教育研究するための施設として建てられたニザービーヤ学院が広場から少し離れた東方に所在していたという。その後も13世紀から14世紀にかけてはモンゴル帝国、16世紀から17世紀にかけてはサファビー朝時代と手が加えられ、上述したようにさながらイランイスラーム建築の博物館の様相を呈している。キブラ方向を 南から約30度西に降って、軸を定めた縦長の中庭が55メートル68メートル、建物の外側が85メートル125メートルの広さを持ち、多中式の礼拝室は南側すなわち木村壁側に18本7列、北側に18本5本、その間の東西の壁側に3本15列の、小生レンガ作りの柱をかけた、アラブ、 古典様式の広大なモスクである。このモスクには伝統的な形態を持った入り口が8つあり、南東の入り口は常時開設、その他の入り口は礼拝時間に開設される。他にも現在は使用されていないものや作業用の入り口、かつて利用された痕跡のある入り口などがある。内部には壁からだやボールドで閉ざされた独立部分と、 床面の工程で区分される反独立部分がある。独立部分としては、マドラサ、礼拝室、シャベスターン、サファビー朝時代のドームなどがあり、反独立部分としては、南北ドーム、四つのイーワーンなどがある。西岸は、サファビー朝時代、ムザフファル朝時代、イルハン朝時代のものなどが、各所に、計13箇所設けられている。正方形の部屋に、 円形のドームを加工する方法とし、複雑なデザインの三つ葉型のトロンプによって正八角形を作り、その上の16個のアーチ型の小壁を経て円形のドームの下端に移行させている。4E ワームは同時に建設されたのではなく、南、東、西、北の順に作られ、左右の屋根よりも高くそびえた巨大な区形の縁取りのあるファサードを持ち、 しかも左右タイルによって装飾されている。中庭に面した部分は美しく装飾を施しているが、側面や後ろ側には見えるところでも装飾的な配慮はしていない。この表側のみを見栄えよくし、裏側には気を配らない手法は、イラン文化圏の建築に広く流行した。左右タイルは2パターンあり、単色のタイル板を図柄の形に刻んだ後、 貼り合わせるモザイク状のものと数色を用いて図柄を描いた絵付けタイル状のものがある。前者は美しいが手間と経費がかかるためより目につく場所に使用されている。また校舎に書かれたアラビア文字は聖天コーランを文様化したものである。南、西、東イー,ワーンのハンドームには小曲面を複雑に組み合わせ持ち送り構造を持たせた独特の衣装。 ムカルナスが使用されている。しかしながら、このモスクのものは、時代も古く繊細とは言い難い。エスファハンのジャーメモスクは、2012年の第36回世界遺産委員会において、世界遺産に登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。